ここ実はここなんですけど、あ、ハヤトさん、あれ、ハヤト YT さん、あのね、ここなんですけど、ここは全ての食材に火を灯して灯らんって言ってる時に、あの容量がいっぱいで途中で切れちゃったんですよね、録画が。でその後探したんやけど見つからずっていうことで火をまたいでしまいました。容量をミスったのは僕のせいでした。で僕が今からやろうとしてることはこうやって今撮ったでしょ、これ、こういう感じで全ての食材って今まではこのお化けを倒すっていうことやったんですけど、この全コインを取ってみましょうかっていうのもやりながらちょっと話させていただいたらいいかなと思います。あとノーダメージとか、あ、ここにあるな、あれ、あれ、あ、なんか、じゃあるじゃない、お化けいたわ、なんかここにありそうじゃない、マップ、マップじゃない、あれポスター、ウォンテッドポスター。一応さっきクリアしまして、あー、ノーダメージできんかった。さっきクリアしまして、あの、あと3面あの、あれができてないですね、チェックが、お題が。でも最後のステージとか簡単やったから、なんか、あ、簡単じゃない、最後のステージのお題もクリアできてないや、何が簡単やねん。でも今までそのノーミスでやるとかいう縛りを多分 Wii U の時やってたんですよ。その時よりは簡単かなとは思います。あー、ダイヤ取れなかった。でもね、この追加はやっと今頃分かったんですけど、新しいステージ5面と違う遊び方ってあったんで、違う遊び方を2人用でやろうと思ったんですけど、そうじゃなくてこの1個のお話の中に、お話って言っちゃったね、の中にあるんですね。あ、ここもコインほらこうやって見えてるのを、おおおって知ってたけど、あのお話の中にまばらに新規があったり新しい遊び方があるんだってことが分かりましたね。その中でも名作なコースなのかな、こういうところ、名作と自分でもしかして自負しておられる任天堂が、ところがこうお化けを退治するとかに合わさったんです。ブレスオブザワイルドって久しぶりに見たよ。あそこにブレスオブザワイルドってなんか見たことないかもしれない、もしかして。あんなピンポンって最初から出てきてたっけ。あ、ブレスオブザワイルド俺 Wii U でやってたと分からなかったのと、あと友達がそんなにいなかったから、あのブレスオブザワイルドがやってる、皆さんがやってる時期に友達がいなかったからか、見たことない、初めて見たかもしれない。ブレスオブザワイルドに目がいって誰かは見えてないです。今のところちょっとテクってますよね、すいません、テクリを出しちゃってすいません。ほら、つかんねって、だからもう全部これコイン取ろうと思いますよ。あとここは早めに降りれば、早めに降りれば先に退治。やばいこれ、こんな、あ、ここにもポスターあるでさ、こういうところもちゃんとやっとかなあかんね。なんか他にないかな、おお、あ、これや、これであれ出てくるんや。え、何今のブレインって、え、俺下のやつ倒した、あれ、ここにいたゴーストはどこ行った、倒したっけ俺、しまった、倒してないかもしれんけど、ここに出てくる、もう一回遅くても出てくる。え、しかもこれ二人じゃないと倒せんのじゃん、ワンの時も二人、あ、ワンの時二人のはずなんやね、こういう遊びがなかったんやと思いますから。チェリーはあったと思いますけど、あ、これならクリアできた。あ、ここが難しいんですよね、気をつけてくださいよ。よし、これね、 ZL も使ってください、 ZL も、あ、 ZR も、あれ、やっぱり俺倒してない、あ、違う、ここにもいたか、やった、下のやついつ倒したか覚えてないけど、やった、いけた、いやー嬉しい。これができんかったんや、初見では。あと初見でできてないところ2箇所あります。それなんとか今日クリアできんかなと思ってますけど、一つこれめっちゃ難しいんですよ。コイン100枚のゴールデンキノコの取り方は分かりません。